畜生。イケメンちゃん、俺撃沈。レナちゃん、幸せになれよう。頭を使うと、お腹が減るんだよね。闇の箱に。バスケランチ ここはですね、主に妹の部屋ですね。ちなみに以前私はこの部屋で寝ていました。あの辺りにね、ベッドがあったんですけど、今は物の見事に形が変わって、これでダメだ、これやったことおばあちゃんの方が写真があるから、亡くなったおばあちゃんの写真があるから手で描いてる。まあ、相当へこんどるし、相当虚しかったし、なんで誰もこれ来おへんねんと思いながら、いや、もうちょっと待ってみよう、誰が来るか、Bella lavoro ragazzi! ご連絡がございます。あ、こっちに冷蔵庫がございますね。冷蔵庫です。で、中を開けると薬と飲み薬、メロンのもので、まあ、冷蔵庫はほぼ空ですけども、はい、OK かな。まあちょっと容器性能外せるのが起こったけどね、ちょっと家族が戻ってきちゃったけど、風呂、まあ戻ってきちゃったけど、まあ、多分あれかな、風呂に行く途中でなんか忘れ物に気づいたんかな、そんで部屋に戻ってきたんかな。なんでそういうたのに、なんで言うこと。